ガチ恋ポンポコだお、あーうーひひんガチ恋してということで本日もガチ恋ポンポコのガチ恋クッキングをしていきたいと思います。本日作るのはですね、ガチ恋ポンポコが気になっていたアルチューパウダーというものを作っていきたいと思います。それでは早速本日もアシスタントをお呼びしましょう。アシスタント、こんにちは、ピーナッツ君です。どうも、どうもじゃないよ。今日はアルチューパウダーを作っていくよ。何ですかアルチューパウダーって？知らない？やばいのに手出し始めたな、もう。まあアルチューパウダーっていうのはですね、はい、まあお酒に合うぶっ飛んだ粉。粉らしい。ちょっとやばいよ。ちょっとやばい、やばいです今日。いや、ガチ恋ポンポコ何でもしていいわけじゃないからね。もう決めてんのか、もしかして。ニコニコ動画で有名なワワーさんっていうアルチューカラカラさんと呼ばれてるらしいんだけど、はあ、その方が考案したらしいです。大丈夫？結構流行ってるらしくて、何やらなんか味はすごいなんか美味しいような、やばいような、むちゃくちゃ辛い、やばい、なんかとにかくぶっ飛んじゃう感じらしいんですよね。大丈夫ですか？ぶっ飛んじゃって捕まんないやつだよね、ちゃんと。逮捕？逮捕？何、逮捕に対して逮捕に対してその距離感何なんだ。ポンポコチャンネル、用意するものはこちら。ポドーン、ここ出た。 S&B からし、 S&B 粉わさび、味の素七味唐辛子です。本当はこれの4倍を使うらしいんだけど、ちょっとまあもったいないなっていうのもありまして、本日は1/4、だいたい大幅な目安でご用意しました。いや、ちょっとすごい早口なんかすごい言ったけど、うん、いやすごいな。これ混ぜるだけです。見たことないよこんなの。それじゃあやっとく、作ってきます。何も言ってないね。はじゃあまずからしパウダーを一缶丸々入れちゃいます。からしパウダー、トパートパー、ちょっと、いや、続いてこの上から粉わさびもトパートパーって、その可愛くないよ。丸々一缶です。えげつないの入れてるから。次じゃあ味の素も一袋全部トパー。こんなに。で、七味唐辛子は一瓶と半分で 1.5 入れちゃいます。トパー。やめろトパーっていうのは。あ、すごい色なっちゃった。やばいよ。これを混ぜるみたいですね。はぁ、もうこれで完成です。混ぜちゃいますね。ちょっとお皿ちっちゃかったかな。誰に喋ってるの？鼻がすごいムズムズするね。いや、すごい、なにこれ。ちょっと香り嗅いで、香り嗅いで、近くで嗅いで。うわね、なんだこりゃ。むちゃくちゃムズムズするくない？なにこれ。まずこれを使って定番と言われてるセロリ食べちゃいたいと思います。セロリ、セロリにマヨネーズとこれつけるの。はぁ、おいしそうじゃない？いや、まあ確かにフレッシュな感じと七味マヨって感じするね。あ、おつまみ的な感じね。じゃ食べましょう。ポモさん、セロリ食べれるんでしたっけ？セロリね、バニャカオだ。え？いただきます。うわー、怖怖い怖い、めちゃめちゃ怖い。いただきます。怖く怖い、怖い怖く怖く怖く、かっこいい、かっこいい。いや、セロリ、いや、セロリの硬さいいから今。セロリ、いや、かっこ、かっこ、かっこ、繊維に飲み込まれてるって、セロリの。あ、でも美味しいかも。え、美味しくない？あ、え、え、え、あー、え、ちょっと、萌え声忘れてる、萌え声。なんだろうな、この程よいほろ苦さみたいな。めっちゃ辛くないね、美味しいかも。ほろ苦い感じが多分お酒に合うんじゃないかな。ハニー、セロリ詰まっちゃった。可愛くねえわ。全然可愛くねえわ、そんなの。ちょっと前歯にセロリ詰まっちゃった。前歯にセロリ詰まってるやつ、どこが可愛いんだよ。やめろ。うん、でも美味しいよね。美味しい、美味しいわ、これは。想像以上に、ちゃんとしてる、うん。続いては先日購入したホットサンドメーカー使っていきたいと思います。あ、すげえ。柴元にこれかけて焼いていきましょう。あ、合いそうですね。うん、いつ招待？招待ダサ。いいね、いいね。あ、これやっぱいいですね、これね、マジ便利だね、これすぐ焼けるしね。これ1300円だよ、もんさ。いや、いい、アマゾンサイト、いい、テレビショッピングみたいな。煙、あ、やば、またまた、あ、これ火弱めで焼くのがこっちで、うん、はい、すんな。美味しそうだね。美味しそう。はぁ、いや、はぁ、じゃあ食べていきましょう、食べていきましょう。あ、食べましょう。いただきます。いただきます。これ絶対うまいでしょ。これは美味しいんじゃない？見た目バッチリだもん。辛味チキンみたいなね。うん、ちょっと苦えな。あー、でもやっぱちょっと苦えわ、これは。ピリ辛ですね、やっぱり。苦くない？
ちょっと苦い。あーでもやっぱお酒に合うんだろうねこれ。あーでもほんとだ、食べてたら美味しくなってくる。美味しいね、全部食べれちゃったわ。すっごいやっぱ辛さに深みがありますね。いや本当に意外と美味しいですね。いやこれ合う、アルチューパウダー、これすごいいいですよ。パウパウパウダーのことそれ。最後はですね、こちらアルパウスープ。アルパウスープ、お湯で溶かしました。でネギだけ入れました。やばいよ、多分それはちょっとやばい。匂いがやばい、匂いがやばい、本当にこれ。わー匂い、匂いやばいね、増すな、増してるな。何これ。伝わんないから、その変な鼻を突き抜けるような。いただきます。工場から出てくる。わーわーちょっと、あーベタ汚い。これやばい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 、これ本当にやばいわ。これめちゃくちゃやばい、これめちゃくちゃやばいよ。これピアツくん、ピアツくんめちゃくちゃやばいよ。いやいや汚い声出てるよ。ピアツくんやばいよ。もういいよ。ちょっと飲んで飲んで、マジ飲んで。うわうわやっべひひんじゃないよ。そう、今ずっと美味しかったのにね、最後にどぎついレシピやっちゃったね。これがこの味なのね。え、でも癖になっちゃった。待って、また癖になったかもしれない。嘘つけ、嘘つけ。え、もう一回飲むの？うん。絶対癖になってないわ。なんなんだよ。でもさ、今まで食べてきたカレーのと違ってさ、はい、後味一瞬でなくなるね。後味が美味しいよ。確かに、なんか体に良さそうだね。癖になっちゃう、もう一回飲めるよ。でもマジでわーってなるけど、もう一回飲めるから、これすごっ。何？え？なんか、何してんの？あーってなるけど、なるけど、ほらすぐ消えてく、すごい。何してんの？不思議。いや、あーってなるから、あーってなることは覚えといてよ。ポンポコチャンネル。は？はい、というわけでです。3つのレシピいきましたけど。いやーすごいですね。いや、正直もっとやばいと思ってたんだよね。はい。美味しかった。いや、美味しかった、美味しかった。ただ最後のスープでね、うん、ぶっ飛びましたけどね。ぶっ飛びの、ぶっ飛んじゃったなー。なんか、中毒なってたもんね、ポンポさん。ちょっとなんか毒性になっちゃうからね。ちょうど以上にポンポコね、好きな味だった。鼻から水槽、もう美味しすぎた。それはダメだそれはダメです。いけるんじゃないだろ。というわけで今日のトゥデイズ賢いクッキーポーイント77点、ラッキーセブンということで今日も見てくださってね。ダッパーさん何を言ってるんだ最後。ポッポーイ。あーもう最悪ぶっ飛んだ廃人だ。はぁ、お前の方が廃人だ。終わりましょう。